ムーンクラフト、試験は、レーシングカーコンストラクターのムーンクラフトが、行動での究極のパフォーマンスを目指し開発したに、ドアスポーツカー。ただし、現時点で市販には至っておらず、2006年から2012年まで、プロモーションと開発を兼ねてスーパー GT の GT300 クラスに参戦していた。レーシングカーデザイナーのユラタクヤが率いる、ムーンクラフトが、企画開発した。 スポーツカー。名前の由来は、ユラがカウルのデザインを行い1977年に誕生した富士グランチャンピオンレース用マシン資源77の再来とされたことによる。安全性と運動性能と高い次元で両立させるべく、車両のベースには、ライリーテクノロジーズ社のデートナプロトタイプ、ライリー m k c が流用されているが、パイプフレームの一部以外は、 オリジナルの設計となっている。車両の前後左右にはカーボン製の衝撃吸収構造体が設置されており、高い安全性が確保されている。エンジンもベース車両と同一の一 UGFE が搭載されている。ただし、プロトタイプレーシングカーをベースに設計されており、車両形状はかつてのグループシーカーを彷彿とさせる空力処理が施され、 限りなく純粋なレーシングカーに近い車である。同様な例として、ASL ガライア等があるが、これらは市販車の販売促進にとらわれない、プライベーターの選択肢として、空力などを考慮した自由な設計が現れている。2006年から、カーズ都会ドリーム28よりスーパー GT の GT300 クラスに参戦しており、ドライバーは高橋一歩と加藤博識。 参戦当初より高いパフォーマンスを発揮し、第8戦で初優勝を果たしたものの、惜しくもドライバーズチャンピオンは逃した。2007年も前年と同様 GT300 に参戦し、第6戦で優勝し、第8戦終了時点ではドライバーズ、チームズともポイントランキング首位に立った。最終的にはドライバーズポイントでは大島和也、 石浦博明組に逆転を許したものの、チームズチャンピオンを見事獲得した。戦績引退2013年のシーズンから、スーパー GT300 クラスのレギュレーションが変更に伴い、試練の参戦が不可能となることが決定したため、2012年シーズンをもって引退することが、ユラの Facebook にて発表された。引退後は売却する方針であることが、 発表されており、レーシングチューンが施された一 UG、FE エンジン2機と予備パーツ1式をセットで販売するとのことで、買い取りでを募集していたが、2017年現在は、ムーンクラフトで保管されている。自然、JAF GP を最後に引退。今後は、車両売却、オートスポートウェブ、ハットムーンクラフト自然ラストラン、そして、 モバイルファンガジェットブログ、資源展示情報ムーンクラフトスタッフブログ2017年9月7日、配信。ありがとうございます。